はい、皆さんこんにちは、東北育ちです。今回ですね、ご案内したいのがこの黒い、どうした方がいいかな、こちらですね、タラの芽、まあ、タラの木という、まあ、山菜でよく人気のものですね、タラの木。でこのタラの木に生えてくる芽をタラの芽といって、まあ、一般的に天ぷらとかでよく食べられる山菜の一つになります。で結構ですね、これは人気で、まあ、人気というかもう私も個人的には一番山菜の中で好きかなっていう、そんなに癖もなくでも美味しいみたいな、若干こう苦味やっぱり春の山菜になるとありますけど、まあ山菜の中でも結構一番かなって思っちゃいますね、これ。でこのタラの木、まあ、見ていただくと分かるんですけど、もうトゲがあります。でまあトゲがあるからタヌキってわけではないんですが、まあトゲがあるのを選べばほぼ確実と考えていいです。例えば山の中で見つけた時とかですね、品種によっては、まあ、トゲなし、結構ホームセンターでトゲなしのタラの芽とかタラの木か売って、まあ、結構買われて、まあ、家の庭とかで取りたいなということで植えてる方もいると思うんですが、例えば山の中でもしこういったタラの木あってトゲがなくていいタラの芽出てた時、私は絶対に取らないですね。っていうのはちょっと漆と間違える可能性がある。まあ漆とかもね、もちろん毒というかかぶれたりその樹液とかでなるんですけど、それとかなり似てまして、なので一番いいのはこのトゲ、こういったのがあるのをまあ目安にしていただくのが一番だと思います。でまあ見た目的にはもう一番こう簡単だと思いますね。まあわらびももちろん分かりやすいですけど、まあこんな木って普通、まあ、街中もちろんないですし、山の中でもそんなにないんですよね。結構道端にたまにこう出てるかなって。でこれはまあ地下茎、地下の方で根っこから増えていくんです。もともとはここにうちの土地にはなってますけど、他の方のところからどんどん、まあ、奥の草むらから侵食というか、どん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 こう地下の方から出てきて、今結構何株もありますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 結構これは遠くまで来ていますとか。でこれもそうですし、実はこの太いこの木も上を見ると、はい、タラの木で、この先端、これがつぼみです。これが花、葉っぱが開く前ぐらいに取るのが一番適期にはなるんですが、またそれはちょっとこの春にですね、冬越ししたところで取りたいとは思います。ちょっと動画を山菜とかいろいろあげようとは思ってるんですが、でまあ一般的な果樹の剪定とかはこういった秋とか冬が推奨されているんですが、こういうタラの木は、まあ、5月にこの先端のが取れたとして、実はここにももうつぼみがいるんですね。これを取るとこの成長が早まると。たまにここを取ったらもうすぐ横からこう出てくるなんてことも、先端を取ったり横から出てくるなんてこともあります。そういうのを取ったらその下を切って、
そうするとまたここにいるのでこれが出て、でそれを取ったら切って、で基本はこの節、この白いところがまあ境目というかなってはいるんで、ここもそうですね、白なってるところにこうつぼみ芽が待ってます。でこれ取ってきてどんどん下にやっていって、結構これは強剪定、まあ、強く剪定してもいいものなんで、ある程度、まあ、そうだな、3番ぐらいにしとこうかなって感じですかね。これだったら30センチぐらいでまあ剪定、なるべくこの下で切って、でそうするとこれがこう、まあ、また翌年伸びて、またこう3個ぐらい取れて、でここのこう枝が太くなると、で最終的にこういう大木のようになると。でこういう大木レベルまで行ってしまうと、もう全然どんどんと出てきまして、この1本に対して根元から 1,2,3,4,5 本出てますね。 1,2,3,4,5、 はい。で例えばさっきのように3つ節から4とか取れたと考えると、 4×5 で20個この1本から取ることができます。で来年はその倍とか、どん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 増えていきます。でそのためにも5月こう剪定が必要にはなってくるので、まあ今のうちからこの時期に切ってしまうとちょっともったいないですね、こことか。まあ全然でも切っちゃっても本当は大丈夫です。例えばここで切っちゃって、この切り口を水につけて温め、まあ基本温かくしておけば勝手に芽が出ます。ここで切って水、切り口をまあボールかなんかに水に入れたりとか、それともう芽がうまく出てくれば、まあこうどんどん出て収穫できます。でこの芽が出た時とかに、例えばここを切って水につけて出すとか、食べられたり収穫したり食べたり、まあこれかなり強いんで、どん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 こう節ごとに取ったり振ったり、ただまあ長くやるとか来年再来年とか今後のことを考えると、全部取り切るとやっぱり弱ります。いくら地下茎修正あったとしても、こう根っこに栄養がないとダメなので、そのためには葉っぱが必要になります。で葉っぱが必要になるので、こういった芽を成長させておくと葉っぱが横に広がって光合成して栄養を貯めて、でまた来年取ることができるので、まあ、全部取りたい気持ちを抑え、いかに抑えるかが重要かなと思いますね。で例えばこれとかもうすごいんですけれども、 1,2 でその前にちょっと白いのいるんで、ここにもいますね。 1,2,1,2,3,4、まあ、この白で数えればいいんで 5,6,7,8 とか9かで10、11みたいに、これとかだともうここの下から剪定するってなれば11株取れちゃうんで、もうすごい量1本から実は取れるんですね。まあそのためには1個取ったら剪定、あここにも分かれてるんで1、2ってなるかもしれないですね。12個ぐらい取れるかもしれない。1個取ってじゃあ終わりってやっちゃうと1ですけど、うまくこう次に出てきたのを取ってって取ってってこうやっていけば12個ぐらい取れる可能性もあります。でこの下の方のこの部分残していけば、ここから芽が出てまた同じような、でこの幹が太くなって、さらに他の芽からこういったのが出てくると、もう全然違いますので、ぜひ試してみてください。